グローニングストハウスマクミランエステートにて、はい、ディサイシブストライクの仕様が変わるそうですね。というわけで、それを想定した構成でやってみようかと思います。というわけで、今回ですが、リンちゃんで、ディサイシブストライクの仕様がまず変わりますね。はい、変わるかどうか、まあ、PTB でテストしてからって感じなんで、またお流れになるかもしれないんですけれども、まあ、強化なのか弱体なのか、どっちなのか微妙な仕様変更になっているとは思うんですけれども、とりあえずですね、お、ちょっと一発切らせていただくぜ、この距離は。OK? はい。ちょっと、追ってからですね、ディサイシブの話は。あなたそういえばオブセですね。ディサイシブも変わるからね、仕様。オブセつかなくなるからね。そう。ディサイシブストライク持ちはとりあえずまずオブセがつかなくなります。はい。ディサイシブストライクが発動してからオブセがつくという、また面白いルールになりますね。んで、ディサイシブストライクを持っている人は、この、よいしょ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、時間かけすぎや。よし、キュッ。あ、いかんな。よいしょ、ちょっと待てよ。ちょっと切り替えよう。ふう。よし。ちょっとこの人やめよう。うん、OK。で、このデイビッドを、ちょっと、なんとかやって、心をね、そこ入れ替えないと。今飲んで、お伏せに固執して、あ、まああるよな、せやんな。OKOK 、でもまあまあ大丈夫やね。今のでお伏せに固執して、発電機直されまくって死ぬのが、負けパターン。ちょっと一旦ね、新規一点で、まずデイビッド釣らせてもらいましょう。で、こうやって釣るじゃん。んで、あれから、救ってもらってから、60秒間が DS の発動タイミングと。あそこ開いてんのか。あ、開いてるな、窓。なるほど。この窓開いてんの嫌やな、強いねんな。とりあえず追ってみるか。ウェンミン、こっちか。ん?登った。あ、これスマ着パターンやな。あー、スマートな着地。はい。まあ、ちょっと。一旦倒してもらいながら、まあ、一発切れた。あ、なるほど。救わせない。お、結構なんか、あの辺で。お、なるほど。ちょっとあそこ見ながら、救助見ながら目線の。よいしょ。いいね。あーん、この距離だと、天秤が発動しない。そう。ですね、今、救われたので、ここから一発切って、ちょっとあえてトンネルしてみましょう。はい。こっから、切りに行きますね。お、レッドハード、OK。で、倒すじゃん。で、まだ絶対1分経ってないので、救われてから。ここで担ぐと、即時に、ディサイシブストライクが発動して、発動したら、あのデイビッドにオブセが移るという、オブセがぴょくぴょく変わるという、ね、面白い仕様になるという感じです。それに対して、まあ、ここで、デイビッドを担ぐと絶対に DS を食らってしまうので、ハイゼリ放置をしてるんです。で、ハイゼリ放置を見つけられたくないので、ノックアウトをつけております。そして、自分はハイゼリ放置を簡単に見つけられる叱り押しもつけてきましたという感じですね。まずこの2つ。はい。新しい DS に対抗して、よっ、アンチパークという感じに。もちろんその字を実装、仕様は実装されてないので、さ、あくまで想定で今やってるんですけどね。ああ、あ、これ、オッケー!そうそう、今のは履かなくてよかったんちゃうんかな。しゃ、で、もう1分経ったでしょうということで、1分チンして、暖かくなった。おお、よかった。なんで起きたん?え?はい、ジェットハード。ん?今のタイミングでの不滅かな?まあ、不滅確かに腐ること多いから、履いとこうっていう気持ちはわかるけど。そうやったら、あれやな。誰かおった?え、チャクロでもおった?チャクロはなかったと思うねんけど、今回の試合。あれ?
あ、起こされてる。はいはい。で、順番待ちしてるので一発切れる。オッケーオッケー。よし。そうですね。あとはまあまあ、天秤ですね。この天秤が今やっと発動したんで、んー、まあでも、ちょっとこの身置いたい。はい。この天秤は、やっぱね、トンネルをしない時用の、よいしょ。いいパークだと思いますので、天秤は、次の DS が実装されたら、流行るかなという感じでございます。はい。んで、あとはバーベチリですね。バーベキュー&チリで、まあもう、あんまり、キャンプしてても仕方ないので、ちょっと次の獲物を探すためにバーベキュー&チリはつけておきましょうという感じの構成で、今日は来たって感じですね。で、アドオンはまあまあ、あの距離とスピードがそこそこずつ上がる、アンコモンかな、のアドオンなので、ちょっと節約構成できた感じですと。で、このデイビッドももう1分さすがに経ってるので、さすがにそろそろ1人やりたいので、デイビッド行かせてもらおう。OK、OK。フェイントかかってくれました。うん、このデイビッドそこまでチェイスマンじゃないから、これいけるわ。やらせてくれるね。よっしゃ。そして、釣ったらすぐに地下に釣ってる人のとこに戻りたい。よっしゃ。だから、この地下釣りね、この辺とかで敵倒したりとかしたときに必ず地下に釣れるっていうのがでかいです。新しい DS、ヒオブセがなくなる、ヒオブセとかオブセの概念がなくなるから、とりあえず釣ろうと思ったとこには確実に釣れるようになるっていうのはすげえいいなと、キラー的には良くなります。ただよいしょ、 OK、 なるほど、ボロ隊ね。じゃあまあええか。ちょっとこの人、ちょっと地下釣り継続したい。ちょっとあなた、ここで今からドリブルするけど、そんななくなるから、ね、よろしく。ただ、今みたいな感じで、まあ、結局今、思いっきり DS アンチパークとしてこれでつけてきてるけど、ノックアウトとかなかなかつけへんパークやしね。実際、あそこでデイビッドを這いずり放置にしたけども、もっと早く起こされてる可能性は十分にあったわけで、なかなかね、うん、しかもなんか不滅持ってたっぽいからな、もっと早く多分起き上がられてたんやけど、あ、そやな、ね、そやな、で、波形回せな、まあまあでもここはもう袋工事です。ここは力壊せはもう、ういっ、はい、あ、あれ、ちょっともう一回持ったもん、よし、OK、 残り1個か、戻りましょう、これは。まあさすがに来てるっしょ。お、ギリギリ天秤発動した。これは嬉しい。というわけで、こんにちは。で、ハマいた。マジか。はかんでも間に合ったかもしれんタイミングやったけど、まあ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 。ただし。でもあとは、この人追って終わりやな。おーい。うい。はい、オッケー。というわけで、で、新しい DS なんですけれども、うん。まあ、とりあえず、その、こういう時に、初動で、いきなり DS 食らって、ヒオブセ DS 食らって、いうストレスはなくなるんで、まあ、釣りたい時に釣れるようになるのは、キラー的には嬉しいなとは思うんですけれども、とはいえ、オブセ、ヒオブセ、オブセっていう概念が最初なくなるから、常に DS の気配に怯えなきゃいけないっていうのはかなり嫌だなぁと。で、リンちゃんならまだいいんですけど、もっとね、普通の徒歩キラーだと、まあ、どうしてもトンネルして、ね、そんな、なんやろ、3回釣り連続でバンバンバンって激トンネルしなくても、ね、もうちょっと、2回ぐらいは連続で釣って、早く格殺入れなきゃっていう場面っていうのは結構あるんで、それが新しい DS により阻害されるっていうのはかなりきつい仕様になるなと、うん、ナースとかビリみたいにバンバン釣っていけるキラーはいいし、キラー、リンちゃんはまあそれに準じるような気がしてるのでまだいいんですけれども、うん、なので総合的に見たら徒歩キラーは結局辛いっていうか、うん、微強かな気までする、はい。
ただね、あのオブセが動くっていうの結構面白くて、なんか最初に DS 無理やり吐かしてダイングライトで、その最初に DS 吐かした人を思いっきり狙いまくって、であとはあのオブセが移動しないように均等するみたいなとか、あとは雲とかね、なんかオブセパークのキラー側が持ってるオブセパークの使い方がガラッと変わりそうなのが面白いですね。なんかいろんな使い方ができるようになって検証しがいがあって動画のネタも増えるということで、とりあえず PTB 楽しみにしています。ただ、徒歩キラーメインの僕にとっては今回の DS 調整はその実装されると微強化じゃねって思ってます。あとあれやな、あの近づり構成が流行るかもね。 DS に怯える必要がなくなるので、釣るときに鉄腕アーチでのガチガチ地下構成は流行るかもしれないです。というわけで、本日これで終わります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価などしていただけますと嬉しいです。それじゃあまた明日も見に来てください。バイバイ。